4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭変わりました。先頭はノーブルイーグル、ノーブルイーグル先頭、2番手は雪の美人、あと 200m ノーブルイーグル先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。雪の美人抜けた、ノーブルイーグル追いすがります。雪の美人もう一伸び、雪の美人、雪の美人1着、2着にはどうやらノーブルイーグル、雪の美人見事1番人気に応えました。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってナイスシャワー、残り 200m 先頭はレガシーワールド、残り 100m レガシーワールド先頭、ナイスシャワー追いすがります。レガシーワールド1着、レガシーワールド1着、2着にはどうやらナイスシャワー、勝ったのはレガシーワールド、アイルトンシンボリ敗れました。これは掲示板までです。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はマイネコンコルド、ジューンフライト先頭、2番手はシャインモントレー先頭を捉えるか、三栄三九まだ後ろちょっと厳しいか、ジューンフライト先頭、差はほとんどない。シャインモントレー先頭、竹のベルベット、大外から一気にメジロフウェーブ、メジロフウェーブ、メジロフウェーブ1着、2着にはどうやら竹のベルベット、メジロフウェーブ見事トライアルを勝利、本番に向けて夢が広がります。